2021、はい、初日総合2位ですね。はい。はい。クスポの柳沢です。はい。お疲れ様でした。はい、ありがとうございます。後ろにマシンがあるんですけども。そうですね。はい。はい、もういいですよね。ね R5 っていう、まあ、はい、世界基準のね、ラリー車。はい、まあ、レーシングカーですよね。まあ、今回初めて R5 で走らさせてもらってますけど、はい、まあ、本当に、まあ今まで僕も WRX に乗ってたんですけど。そうですね。昨日までは、はい。そうですね。はい、今回初めて、実戦でちょっと走ったんですけど、はい、ラリー専用で作られた車で、はい、本当にやっぱし、レーシングカーっていう感じの、え、はい、動きと、まあ、本当に見てる人もね、音だとか迫力があってね、結構かっこいいとは思うんですけど、はい。めちゃくちゃかっこよかったです。そうですね。はい、思ったんです。今日ドライだったので、はいはいはい、そうですね。なので、WRX でと、はい、もうちょっと刺すかなとか思ったんですけど、そうですね。WRX は WRX で、やっぱりユニッターターボでパワーはありますからね、はい、ターボついてるんですけど、排気量が1600なんで、絶対的なパワー的にはやっぱ WRX の方があると思うんですよね。なるほど。ただやっぱし、その軽さだとか、サスペンションだとか、まあ、そういった部分で、コーナリングスピードだとか、こっちの方が、早いと思うんですね。だそれぞれ得意不得意なところがあると思いますので、そういった部分でもね、タイム差が変わってくるんで、まあ見てる人も逆に面白いのかなというふうに思います。はい。昨年まではね、ランサー対ね、はい、WRX で、そうですね。まあ2強だったんですけども、はい、まあ今年から GR ヤリスも、そうですね、GR ヤリスも、はい。ちょっと彩りがね、増えて、そうですね、はい、やっぱりいろんな車が走ってた方が、見てる方も面白いのかなというふうに思いますんで、はい。柳沢選手ご本人は、はい、WRX と、はい、このファビアと、はい、どっちが運転して楽しいですか？いや、楽しさっていう意味では、やっぱこう、はい、ファビアですよね。やっぱ車がやっぱし、動きがすごく軽いですし、はい、何しろ、やっぱし、ミッションなんかも、アクセルもこう、全開にしたまま、シフトも上げられたり、シーケンシャルのやっぱドグミッションがついてたりだとか、そういうやっぱラリーとか、まあ、レーシングカーの機能がついてるんで、走ってはやっぱし、楽しいは楽しいですよね。なるほど。はい。じゃあ、明日以降も、ちょっと雨の心配がありますけどね。そうですね。明日はまあ、レース的には雨、コンディションになるんで、まだまだ上位陣はタイム差があんまりついてないから、何があるか分かり合わないんで、まあ、逆に自分も大事に、しっかり集中力切らさず走って、はい、気をつけて、明日は、はい。そうですね。気をつけて走ります。はい。多分この車、そんなに安いものではないと思いますんで。そうなんです。それはね、壊さないようにしないと。そうなんですよ。はい。重々注意して走りたいと思います。はい。じゃあ明日も頑張ってください。はい。はい、またクスコレージングの応援の方よろしくお願いします。はい。クスコレージングと柳沢先生。はい。ありがとうございました。はい、じゃあ明日も頑張ってください。はい。頑張ります。はい。お願いします。はい。2、1、スタート！いかがですか？はい、お疲れ様でした。ありがとうございました。元気ないですけど、はい、あんまりちょっと調子よくなくてね、ダンビ編ですね。何が調子よかったんですか？わかんないんだけど、なんかね、あんまり車がよく曲がらないというか、曲がらない、うん、まあ曲がらないというか、タイヤがちょっと路面立ってないというか、あってよく走れたなと思ってもベストタイムが取れない。ちょっとそこで
あれかな、フラストレーションが溜まってるところが、まあ、スコダに負けるはしょうがないんだけど、まあそうですよね、はい、プラスも上ですから、またですから、はいはい、ひろきくんとの勝負はどんな感じですか。まあ、ひろき朝から少し調子悪かって、まあ、タイムが落ちてたから、まあ、調子悪かったんでしょうけど、でまあ、途中でターボ変えたんだけど、うん、多分エンジンの中身っぽくって、まあまあ、あいつはもう去年からずっとあのエンジン使ってるから、はい、エンジン壊れたのは相手のせいだから、俺のせいではないので、あれですけど。あれさんのエンジンはまだ大丈夫ですか。あのエンジンはまだ大丈夫です。優しく使ってるからね。そんな感じです。はい、まあ、今年からバブル RX 以外にちょっと車は増えましたけど、GR ヤリス、それとスコダと、R5 というとんでもない車が出ましたけども、はい、まあ、僕ら見てる側からすると面白いんですよ。と思いますよ。だからスコダなんて絶対的に走った方がいいくので、 R5 はだから日本国内で走るとすごくいいことだから、はい、それをね、エントラとしてはちょっとね、その出てこられると大変な部分あるけど、やっぱり全体を見たときは絶対的に走った方がいいので、それは歓迎なことなんです。はいはいはい。レックそれをね、倒す新井さんが見たいんで、僕らは。頑張ります。もう、はい、全国のスバルファンのために。はい。はい。頑張ります。はい。頑張ります。明日も、ちょっと、はい、あれ今日何位でしたっけ、結局。知らないな、まだ。まだ出てないんですよね。3番ぐらいかな。多分、おさまが最後パンクしてるから。あ、そう、おさまさんがそうです。落ちてるので、多分、柳、たくま俺じゃないかな、はい、で、ひろきが3番ぐらい、ただみんな5秒差とか6秒差ぐらいだから、はい、まあ、雨ですぐ変わっちゃうので、明日のだから雨の量が一番鍵かなというと、はい、ちょっとお肉も怖いですけど、雨が危ないよ、ドライだったら危ないんだから本当だよ、あの試験に刺さらないようにそんな一言のようなことで、あんな速度で試験ぶつかったらどっか行っちゃうから本当ですよ、前方中ぐらいですよ命なくなっちゃうので、はい、はい、じゃあ頑張ってください、はい、はい、ありがとうございます、お疲れ様でした。お客さんの皆さん、そしてパブリック関係の皆さん、温かく応援をお願いします。次の週は決定2番。新井小坂組でございます。はい。昨年のチャンピオンおめでとうございました。はい、ありがとうございます。そして、なんかおめでたいことがあったみたいな。そうですね、数週間、はい。数週間前に入籍しました。あ、ご結婚おめでとうございます。ありがとうございます。まあ、次は小坂さんかなと思って、あ、そうです、楽しみに。はいはい。一足先にって言われたんで、一足ぐらいで来るのかなって今で募集中です。募集中です。まあね、去年の、好調さを、まあ、そのままキープした今年の一戦になるかなと思いつつ、ちょっと、はい、今日ね、そうですね、ちょっとマイナートラブルというか車の方のトラブルが出てしまって、うん、ちょっと直せそうにはないので今回は、あ、そうなので、ちょっとまあ我慢のラリーかなというところではあります、ね、はい、具体的には、具体的には、まあ、どんどんエンジンのパワーが落ちていくっていう感じですかね。はい、困っちゃいましたね。泣いちゃいますね。めっちゃ笑ってくる。大丈夫？いやいや大丈夫、大丈夫。本当ちゃんとこう腹立ちますよもっと真面目にラリーしろって思います。真面目です。真面目だからこそないじゃん。ごめん、俺カメラ持ってるって言ってた。今回はじゃあ直せなさそうなんです。そうですね、パッと見た感じちょっと今回のサービス、さっきのサービスだと直せそうにはないので、まあ、正直どこまで走れるかはわからないですけど、まあ、なんとか車を持って帰りたいなっていうところではあります。明日は雨だって言ってましたね。なければいいなって思いますね、うん、はい、今4位ですけど、目標は、目標はキープキープキープ、まあ、とにかくちょっと車の調子が、ね、なかなか難しいんで、なんとかキープしながらで、明日も大雨降るっていう予報もあるので、だちょっと特に元宝来た、またちょっと難しい道が明日出てくるので、そこをちょっとしっかりと走り切って、長いですしね、走り切ってあのフィニッシュみたいなと思います。はい、自分たちのことはちょっとここまでです。まあ、今回からね、JN1 のクラス、まあ、ご存知の通り、車がね、車種が増えたんですよ。はい。あの、ヒロ君も前乗ってたし、そうですね、あの、R5 車両と、うん、あと、今回初めて、参戦してきた GR ヤリスですね。ね。はい。
まあ、WRX はだいぶ熟成してますから、そうですね、はい、GR ヤリスなんかにはちょっと負けないかなとは思ってたんですけど、はい、問題は R5 ですよね。そうですね、自分がセントラル愛知2年前に出た時に、はい、もうキロ2秒速かったんで、父親の WRX よりも。あ、はい、まあ左ハンドルでシーケンシャルっていうので、多分その柳さんもあと福永さんも慣れてないところはあるとは思うんですけど、大体あれからさらにキロ1秒は普通に速い車なので、そうなってくるとなかなか、そうですね、自分たちの車だと太刀打ちできるのかできないのかっていうところに関わってくるのかなと思います、ね、はい、R5 乗ってるドライバーの人が慣れてない状態で今こんな感じなので、慣れてきたら怖いと。まあちょっとね、さっき元本の話聞きましたけど、はい、お肉棒もだいぶ高速のコースじゃないですか。そうですね。ハイドロとかも出してるんで、はい、ちょっとまあ、やっぱり気をつけて。はい、ありがとうございます。はい、頑張ります。頑張ってください。はい。じゃあ、また今年もチャンピオン、期待してます。はい、すいません、ありがとうございます。頑張ります。はい、大阪組でございました。はい、すいません、ありがとうございます。すいません。おめでとうございます。はい、ありがとうございます。はい、スタート、いただきます。シコダの R5 で参戦を始めました、長尾さんです。はい、1日目お疲れ様でした。お疲れ様でした。途中までね、トップ敗走でしたけど、まあトップ陥落で、まあ、あんまりちょっともうほんまテンションが高くないからもうねすいません、この時に。いえいえ、明日ね、どんだけでもまあまあありますもんね、差がね。明日は行けそうですか、最終走は。まあね、行けるつもりで今なんとメカニックが直してくれてるんで、はいはいはい、下はなんとか開けたいなという感じですけどね、はい、まあ、雨も降りますんで、そうですね、ちょっと繰り返せるかもしれないですね。だから本当に全然読めないですよね。全然読めないですよ、うん、しかも雨の降り方がなんかちょっと尋常、ね、じゃないぐらい降りそうやからなんか嵐の様子を呈してくるですよ、ね、みたいですので、うんうん、例えば、まあ、僕がこう思いついしていて、はい、もうすぐ勝てるという時に嵐が来たからキャンセルっていうのをやめてほしい、ね、うん、ラリーあるあるみたいな。そうですよね、はい、そうですね、よくありますね。だからあ負けそうやからはいここでストップ言うて本当ですよね、はい、ね、今日の回想ぶりは僕はちゃんと撮りましたね、うん、あ、そうですか、はい、で、まあ、去年まで違うマシンでしたけど、はい、いかがです R5、 全日本のステージ走って、まあね、やっぱり、まあ、この R5 っていう車両が、うん、まあ、世界的に見たら8年遅れなんですよね。はい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 、はい、やっぱり日本ってなかなかね、本当に海外のものを受け入れてない鎖国状態がやっぱずっと続いてたから、そうですね、そうですね、まあ、ようやく、まあ、その門が開けて、ね、まあ、ラリーっていうレギュレーション、もともとヨーロッパのスポーツなんだから、はい、まあ、もう少しそこにね、こう準じていった方が、僕はやっぱりいいと思うし、はい、車自身も、僕の車、本当に何もレギュレーション的に、普通に売ってるものを買って、はい、そうですね、うん、で、はい、やってるだけなんで、はい、なんちゅうんですかね、スペシャリスト要素がないんで、うん、まあ、ある意味そういうスポーツとして僕はこれにかけたいと思ってたんで、はいはい、ようやくねこれが開けられたし、そうですね、うん、まあ、今回正直アドバンタスカランサーの野田原さんがおられなかったりとか、はいはいはい、ね、勝田さんが早々にいなくなったりとか、そうですね、そうですね、まあ、そういう要素もあるからいけてるところももしかしたらあるかもしれんし、まあ明日ね、どんだけできるか分からへんけど、うんうん、まあ、ファンの人がまた魅了できるね、はい、誰が勝つか分からへんっていうのが見えた方がおもろいと思う。いや、僕らファンからすると、はい、R5 の走る姿は本当にこれ以上のものはないので、あ、そうですか、はい、本当に面白いので、はい、じゃあ、はい、そのね、はい、本当にそうですね、うまくいくように、そうですね、はい、頑張してます、頑張ります、ありがとうございます、はい、じゃあ明日も頑張ってください。はい、はい、じゃあ田中さんでした。3、2、1
タート。本日はありがとうございました。本日で本日一生を見ます。なんと、ここなんですよ。本日の1周年のラジプレートに発火完了台。3、2、1、スタート。でしたっけ？ドベですね。ドベですね。6位にしましょうか。6位って言いましょうか。はい。はい。山本裕太君でございます。はい。お疲れ様でした。お疲れ様でした。はい。今年から86から乗り換えたの車が GR ヤリスへ乗り換え。はい。で、はい、クラスの方も上がりまして、はい、JN1 クラスへ挑戦することになりました。ね、あのサミーカラーのね、はい、緑の、はい、カラーリングがヤリスにも、ね、なりました。なんかね、ちょっと本人も納得しないような走りだったみたいな。そうですね、まだまだちょっと車のと会話ができてないかなっていう、まあ車が出来上がったのと新シルラリーまでの期間が短かったのもまあいろいろあるんですけれども、まだまだ。いつできたの車？車はでも1ヶ月もないぐらいかな。全然テストできない。そうですね、まあ天候もありなかなか満足いくまではいかなかったですけど、まあまあ今4区ね、あの、うん、最初なんで、うん、まずは慣れつつ、ね、そうですね、はい、はい、あれタイム差開いちゃったな、タイム差がどうなんだろう、ね、そ、まあ総合だけで見たらちょっと途中リム落ちしてしちゃったりとかもしてたので、そうなんです、それでちょっと1分ぐらいは入っちゃってるんで、うんうん、はいはい、そういうのもあるんですけど、まあ、ね、明日行く。そうですね、またちょっと天候がだいぶやばそうなので、本当にみんなね、おにくぼのあの速攻速度やばいんじゃないか。いや、ね、いや、できれば走りたくないですよ晴れても やばいのに。なんかね、2年前 の雪の、ああありましたね、雪の中をドライタイヤで走るっていうありましたね、あの時のような ね、 なりそうな、ちょっと降水量 7ミリでしたっけね、雨量。そうですね、時間ね、やばいですよね、ちょっと多そうなんで。あの GR ヤリス感想どうですか？ちょっと運転してみて。そうですね、ポテンシャルの方はまだまだ高いところにあるかなと思って、うん、まあセッティング次第ではなんとかなるかなと思うんですけれども、やっぱりまだメーカーさんの協力とか、うん、いろんな多方面の方の協力でがないとできないかなっていうところもあるので、まあその辺やっぱラリー重ねていってなんとか。データかな、やっぱり、ね、そうですね、距離走って、うん、まあ今日も実際ね、いろいろあらじゃないですけど、まあ悪い、いいとこ悪いとこいっぱい出てきたので、うん、その練習とかテストで出ない部分が、まあそういったのも本番じゃないと出ないところっていうのはやっぱり本番で距離を稼いでそうですね、まあ、次につなげてどんどん良くなっていけたらいいかなと。まだまだ早くなると思います。はい、あれ運転して楽しいですか？いやー、ちょっとまあさっき冒頭でも言ったんですけど、まだ会話ができてないので、はい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 、ちょっとこの子次どうやって動くのかなってこう相談をしながら走ってる状態なので、楽しいとこまではまだ行ってないと。そうですね、もうちょっとですね、苦戦中です、ね、はい、はい、苦戦中の山本裕太です。はい、ありがとうございました、はい、じゃあ明日も頑張ってください。はい、気をつけて行ってきます。はい、JN6 クラス3位ですかね。はい、そうですね、はい、で、デイ1を終えたガード選手とメモ選手。はい、メモです。お疲れ様でした。お疲れ様です。お疲れ様です。ありがとうございます。はい、後ろになりますけどね何ですかこの音楽
すごいですよね。そびえ立つような。そびえ立つような。はい。まあ、これはワールドラリーかもね。そうですね。はい。いやー、目立ってましたよ。あ、本当ですか。あ、よかったです。本当に目立ってましたよ。本当目立ってました。セールストックで売るためにって言ってました、ずっと。そうそうそう、はい、今日は 1個売るために頑張って速く走りますって言うと。何か影響しました。買ってくださいです。さすがドライバーさんです。やっぱりベテランのドライバーさん違いますね。で、多分本当に売れてるみたいなってことですね。そうね、はい、すごいですね、うん。もう注目を浴びて監督がウハウハしてま す、 そうです、ね、はい。でも、あの車検っていうか、見てもらうときに開けて結構重たいって言われるんで。あ、そうなんですね。そうなんです。車検委員から重いというクレームが来ました。重いって、はい、で、まあ、さらに軽量化してもらうかな。はい、そうですね。この英語の効果ありました？ありますよ。ありますか？めちゃめちゃあります。あの、鬼久保っていう、あの高速のスタビリティがすごくて、はい、もうずっと全開で走っても、そこ全体怖くないですか？全然怖くないです。ですか？多分この空力がすごい効いてるんじゃないかなと。全然怖くないですね。今日も走って楽しいしかなかったですもんね。だけど、まあ、他と比べてそのタイム差が意外となんか、うん、自分たちは気持ちよく走れてるけど、はい、みたいなところぐらいでしたもんね。走ってる感覚は全然不安なく楽しい一日です。で、明日ちょっとまあ雨みたいなんですけど、はい、コース逆転の作戦みたいなのは、そうですね。鬼久保は同じような感じになるので、自分たちが勝負できると思ったら、元宝の方ですね。元宝、はい、あっちで勝負するかなと。勝負したくなかったって言ってましたもんね、最初は。それは言ったか。言ったかった。内緒か。全部オープンにしようか。秘密。まあね、12キロもあるんで、ロングステージなんでね。いや、みんな嫌いですよ、きっと。そう。はい、うん、この車の良さを生かせるとしたら元宝かなと思ってます。そうですよね、はい。まあ、ちょっとね、先ほどもちょっとその車重の話が出ましたけど、ね、ちょっとやっぱり、ね、重たいっていう、うん、この分かな、この分かな、まあ、ウィングも、まあ、ここのね、まあ、ほっぺたも膨らんでるね。そうですね、車体も、まあ、この軽量化を、あれ軽量、私重たい軽量するんですか？軽量でもちょっと今日は頑張って絞っていこうかな。今からランニングして汗でもう水分全部、あの人の体全部水分って言われてるんで、ほとんどちょっと飛ばして、やっぱりもっと軽くなれば中選手が速く走れるなら、そのためならちょっと今からランニングしてこようかなっていう気持ちではいます。はい、おかげで、はい、ほんま1秒上がったよって言うんですよね。そうですね、もうちょっと頑張って動いて汗なきゃじゃあ明日も頑張ってください。はい、ありがとうございます。頑張ります。応援してます。はい、応援してください。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。村田選手、沼本選手でした。新城ラリーのデイ2です。ご覧の通りですね、すごい雨で、ちょっと雨が強すぎてですね、私、あの2本目のですね、元宝、取材しようと思いまして来たところ、キャンセル、 SS キャンセルとなってしまいました。すいません、2日目は走行動画がございません。申し訳ないです。12キロちょっとの、元宝2本目キャンセルでございます。